ブライト運動は、自然主義的な世界観を有する人を指すときに、明るい、頭の良いを意味する、ブライトという形容詞を名詞として使うことを奨励する、運動。W, ミンがフュートレルによる定義は、以下の通りである。ブライトは、自然主義的な世界観を有する人である。超自然主義的、神秘主義的な要素を持たない。ブライトの倫理や行動は、 自然主義的世界観をベースにしている。W, 民がフュートレルブライト運動の定義自然主義的な世界観を持つ、人々を表す用語にポジティブなイメージを持たせるという、この運動は、ホモセクシャルを指すときに、陽気、明るいの意味を持つ、ゲーという言葉を使うという、その現代的な用法からインスピレーションを得ている。また、この運動は、ミームという概念に多くを依拠している。 この用語は、リチャード・ドーキンスとダニエル・デネットによる記事によって広められた。この用語の使用に関し、キャンペーンが自然発生的ではなく、作為的なことに対する反発がいくつか見られた。また、宗教的な人もそうでない人からも、頭の良いというニュアンスを持つ、ブライトという用語の使用に対し、自然主義的な世界観を持つ人の方が、宗教的な人よりも、 頭脳明晰であるという印象を与えるという批判があった。なお、ドーキンスはワイヤード氏の記事でブライトが統計的により明晰であるという傾向があるかどうかは調査を要すると発言した。ありがとうございます。